はい、BMW、F700GS になります。はい、F700GS というのはですね、800cc です。はい、というのはですね、F シリーズというのは2つラインがあります。8系のものと7系のものっていうのかな、電車みたいですけども、8系のものはですね、タイヤサイズがちょっと違います、よりオフロードパターンのですね、フロント21インチを履いてるんですけども、この700系ですね、この 800cc の700シリーズはフロント19のリア17というですね、タイヤサイズを履いております。はい、で、なんでこういうですね、キャラクター分けがされているかというとですね、当時のBMW なんですけども、オフロード、ビッグオフロードとしてオフロードカラーが強いラインがまだ残ってたんですね。で、そちらを出しつつ、オンロードも走れる、オフロードも走れる、デュアルパーパスのモデルとしての位置づけとして、この GS、F700GS というものがありました。はい、で、その時はですね、どちらが主流になっていくかというのがですね、でも分かってたんだと思うんですけども、根強いオフロードファンがいたっていうのもね、あってですね、オフロードパターンの、オフロードが走れるビッグオフとしてのモデルっていうのがですね、まだまだ残ってるというだけで、GS というですね、GS っていうのもアドベンチャーですね、アドベンチャーモデルとしてのタイヤサイズっていうのはもうおおむね19インチ17インチとしてもうすでにもう定番化してます。はい、でね、これがね、どっちに触れるかっていうのがね、僕揺れてたのが、おそらくで、ね、僕の気が確かであれば2017年とかね、18年ぐらいだったんじゃないのかなというふうに思います。日本国内でもですね、4メーカーからアドベンチャーが出た時にですね、やっぱタイヤサイズがバラバラだったんですよね。で、それについては、おそらくですね、各メーカーも含めてなんですけども、どっち側の方に触れていくかっていうのはですね、独自の解釈で読んでたんじゃないかなと思います。で、今となってはですね、デュアルパーパスオフロード、オフロードは、違いますけども、アドベンチャーのですね、オートバイに採用されているタイヤっていうのは1917だったのがね、最近なんか17インチになってきてますね。はい、結局その世の中なんか17インチになっちゃうんですよ。なんでかっていうとですね、なんていうかな、オフロードも走れるということで、フロントのですね、このサイズをこう大きくした輪っかにしておくとですね、やっぱりオンロード上での、普通の道路ですね、道路を走る上での走行性能、旋回性能とですね、あとタイヤの減りですね、はい、こうしたものに対してネガティブになっていくっていうところがですね、どうもユーザーレスポンスであったんじゃないのかなっていう気がします。はい、確かにフロントタイヤが19インチ化するとですね、スピードが60キロ以上出ると旋回性能が、結構しっかりギュッてやってやんなきゃですね、クイックに曲がんないですね。だから、BM だけじゃないんですけど、ハーレーなんかでもですね、スポーツスターのフロントとリアが17インチになってみたりとかですね、あれはテイスト的なものもあるとは思うんですけども、なんかやっぱりね、世の中17インチ化に流れてるような気がします。その方がね、コストダウンできるっていうのは分かるんですけどもね。でも確かには僕自身オフロード好きなんですけども、フロント19、前は21がいいと思ってたんですけどね、フロント19が最近いろんなタイヤがあるんで、それでもいいかなと思ってます。はい、でなんでこうタイヤサイズがオフロードも走れるというところに影響されるかというとですね、障害物を乗り越えるっていうですね、そういう側面が一つあります。タイヤっていうのはこれホイールですね。ここで半分になってるってわかるんですけども、乗り越えられる能力っていうのは、この半分の高さね、これが限界です。わかります?この半分の高さの段差は、乗り越えられなさそうだなってわかると思うんですけども、はい。ね、この半分ですね。この半分の半分ぐらいまでが、タイヤがですね、なんなくその障害物を乗り越える限界というふうに、僕は思ってます。僕思ってるし、多分間違いじゃないと思うんですよ。経験則なんですけどね。力学的に計算すれば根拠は出せるとは思うんですが、それでやっぱその障害物を乗り越えるというのと、あとね、オフロードパターンのあるタイヤが履けるということで、19インチだったと思うんですけども、そんなに障害物乗り越えない、ね、っていうこととですね、割とデュアルパーパスでもこんな感じで若干
若干フロント細くこうしておけばなんとなくそれっぽいなっていう感じでですね、まあ世の中流れてるのかなという気がします。はい。で、F シリーズでございます。あの F シリーズというのはですね、水冷パラツインのエンジンを積んでますね。はい。ね、指導性は非常に良好です。でね、これ足つき大変にこう良い仕様になってます。これ前のオーナーさん女性の方なんですけども、あの非常にその足つきをですね、改善される工夫をしてますので、私もかかとべったりついてかなり余裕がある感じです。はい。なので珍しくですね、このアドベンチャーはあの身長体格に恵まれてない方が安心して乗れる仕様になってるんですね。これは素晴らしい。はい、ありがとうございます前オーナーさん。はい。で僕が持ってたあの G シリーズ、 G シリーズっていうのはシングルですね、あのにおける、GS はもう絶版になってます。で今となっては F シリーズ、 R シリーズですね、にのみ残っている仕様ですね。あの、まあ、この時代でこの異形の異形というか左右非対称のですねヘッドライト、それから外装もですね、なんていうんですかね、この昔の DR みたいな、なんていうんですかね、あのくちばしが尖ったデザインという特徴的な形になっています。まあ、このデザインで今でもこう踏襲されているんですけども、で、F シリーズのエンジン水冷パラツインなんですけども、こちらロータックス製のエンジンかな、でチェーンを介してつながっております。はい、チェーンなんですね、シャフトではございません。はい。ウインカーとこれ純正なんですけども、こういう細いやつがついてますね。はい。昨今の排ガス規制に対応した太いマフラー、前後のブレンボ ABS がついております。すごい綺麗ですねこれ。すごいなんかもうあの大事になさってたんだなっていうのがですね、ビシビシ伝わってきます。はい、はい、こんな感じですね。はい。フロントは整列テレスコピックフォーク、テレスコピックフロントフォークは BMW から始まっております。はい。ですね、走行距離がなんと4605キロでございます。はい、はい。こちらね、確かなんですけどもワンオーナーだったと思います。はい。もし違ったら概要欄に訂正しますのですいません。はい。こんな感じですね。あのもう火の打ちどころがないコンディションです。あのどれだけこのバイクをですね、大事になさってたかっていうのがですね、あの伝わってくる一台ですね。はい。タイヤもビシバシ残っております。はい。ミシュランのアナーキーが入ってますね。いいタイヤです。アナーキー高いです。はい、こんにちは。はい。そんなわけですね、BMW の F700GS ですね。はい。まあ、昨今のですね、バイクブームの中でですね、そろそろ大型撮り始める人も多いんじゃないかと思います。で、大型乗るとですね、撮るとですね、まあ、乗りこなせないんじゃないかとかね、いろんな不安があるかと思うんですけども、このバイクは大丈夫です。はい。絶対乗りこなせる。はい。まあ、フィーリングとしては教習所の NC にですね、まあ乗り味としてはかなり近いものがあると思いますけれども、それの高性能版という感じですかね。重さもそんなには感じないです。それからまあ純正グラブバーとかですね、いろいろついてますので、このままたくさんの荷物を積んでですね、すぐに北海道に行くことができると思います。はい。北海道。はい。北海道行きたい。はい。そのわけでですね、いかがでございましょうか。いつも通りですね、納車価格になってます。店頭納車乗り出し価格ですね、全国各地配送いたしております。はい。私がお伺いなるべくお伺いしてますけれども、時間的に間に合わないときはですね、陸送業者を手配させていただいております。はい。どうでしょう。本当ね、これはね、本当背が低い方でもちゃんと乗れる仕様になってますので、ちゃんとちゃんとしたところがちゃんと作ったところもので、ローダウンしてあるものって結構珍しいです。GS っていうとツンツン足になるのがね普通なんですけども、そうじゃない車体っていうのはね、多分今後出てこないので、自信ない方はですね、この機会にお買い求めいただければ幸いです。はい、よろしくお願いします。一周取ったか。取ったよね。取ってないような気もするからここで切ろうと思ったけども、ちょっと一周取ったろうかな。綺麗だよ、綺麗だよ。
かわいいね、かわいいね、綺麗だよ、綺麗だよ、かわいいね、かわいいね。はい、はい、あ、そうそう、ユピテルのね、カナビについてます。これいいやつです。このままもちろんつけてお渡しします。あとこれなんだろうな、モードとかズームとかボリュームとかありますけど、これナビのコントローラーじゃなかったんですけどね。これ何なんだろうな。ね。はい。よろしくお願いします。